んにちは、バランです。今日はカラフルな色がとっても可愛らしいアクリル絵の具とレジンを使ってお花パーツを作っていきたいと思います。作り方はとってもシンプルなものとなっているので、ぜひ動画の作り方ご覧ください。今日使うものはすでに着色されている UV レジンミルキーホワイトを今回使います。そしてモールドはここ最近よく使っているパシコさんのソフトモールド丸プレートです。私の中でこの 25mm は大きすぎず、そして小さすぎず、ちょうどいい大きさなので、ここを使っていきたいと思います。そして今回メインで使っていくのはアクリル絵の具です。これはアメリカの手芸屋さんで買った絵の具なんですけど、今日本では100円ショップでも手軽にアクリル絵の具が購入できると思うので、どんな絵の具でも大丈夫です。アクリル絵の具はレジンにも直接かけてすぐ乾くので、とても使いやすいと思います。今回は赤や黄色、緑、青など明るめの色を多めに使っていきたいと思います。そして今回はこのどのご家庭にもおそらくあるであろう爪楊枝を使っていきたいと思います。それから今まで持っていなかったんですが、ネイルなどに使う道具でドットが綺麗に描けるペンを購入しました。先っぽに小さな丸がついていて、小さい丸と大きい丸、2種類描けるようなので、今回はこれも試しに使ってみたいと思います。
同じオレンジでもこっちの右側は爪楊枝で作ったもの、こっちの左側はドットペンで作ったものです。爪楊枝はドットが大きくできるのでお花自体も大きめに仕上がりました。ドットペンの方はこっちに比べるとちょっと小ぶりなお花ができます。楊枝の頭は楊枝によって少し歪んでいたりちょっとケバケバしている場合もあるのでちょっと処理が必要だったりもするんですけど、ドットペンはやっぱりもう綺麗な丸なので丸も全部均等に押せるような気がします。なので今回比べてみたんですけど、楊枝でも十分できるんですけど、ドットペンだと全部均等な綺麗な丸に仕上がるのでこんな風に仕上がりの差がちょっとできたかなと思います。ただどちらも私は可愛いかなと思います。ということで今回は楊枝とドットペンを使って花柄パーツを作ってみました。以前にもこのパーツとちょっと似たデザインの動画は作りました。そっちは絵の具と一緒にゴールドのスタッツも一緒に使ったので、今回の仕上がりとは全く違う印象のものとなっているので、もし興味があればそちらの動画もぜひ見てみてください。今回はこのベースの色を白にしたので、作っているイメージとしてはお皿のような陶器にちょっと花柄のペイントをしているような感じのイメージで作ってみました。今回の色味はどことなく北欧のデザインの色味をベースにちょっと作っているのでなんとなくそっち寄りのイメージで作ってみました。花びらと真ん中の色をどんな色にするかかなりちょっと悩んだんですけど、今回はこんな感じの色味を合わせてみました。もしアクリル絵の具がお家にありましたらぜひ試してみていただけたら嬉しいです。この動画が少しでも参考になればぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画もぜひ見てください。ありがとうございました。